キャリーバッグが私の頭に落ちてくるよ、これ。ハイサイ、この夏新たな挑戦を求めて沖縄の田舎へ夫婦で移住しました。築60年の米兵向け古民家で始まる新たな沖縄ライフ、リノベに DIY、 離島への冒険など、大自然と共に生きる夫婦の物語をビデオブログで記録していきたいと思います。それでは本日も僕たちの人生にお付き合いください。あいや、ちゃんまり、はい、そろそろさ、ちゃんまりの衣装部屋をどうにかしないといけないんじゃない？やっぱりやばいよ、そこ今一番の魔境で、この家で。実はね、うん、そうなんだよ、まあ、とは言うけどさ、はい、いろんなところ今ちょっといじり始めてるから、リビングも結構汚くなっちゃっててまあちょっと、あー見せたくないな、あー見せたくないな、あー見せたくなかった。めちゃくちゃよ今。なんかもうありとあらゆるところに段ボールあったりとか、なんやかんやね。そこに大輔さんが服を脱ぎ散らかして置いたりしてくれるからね。え？ソファーの上とかね。ね、ないよ、ない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 。ズボンをほら見てよ、これ3枚もあるね。これは違うね。3枚もある。これは違うって。何が違うの？ほらこれが朝着てたやつ、これが昨日着てたやつ。3日前に着てたやつだね。貸してもこれは指が…ということで、この奥ですね。見せなきゃダメかな。まあ、見せなきゃダメだね。出来上がった時だけ見ればよくない？ダメ。はい、行くよ。みんなに見てもらおう。はーい。うわー、汚ねえ部屋。ほんと見せたくなかったこの部屋は。汚ねえマジで。いやでもこれでも相当頑張って片付けた方なんだよ一応。まあまあここら辺まで来てたもんね。そう、うん、まあでも汚いわ。汚い、はい、こんなに可愛いお部屋なのにさ、うん、ここはなんだ、あれにしたいんでしょ、なんか。そう、クローゼットルーム、うん、衣装部屋、うん、ここにもう大量に服をしまえるように収納を大量に置かなきゃいけないんですよ。うんうん、うん、で1個買ってあるんだよね、もう実は。あ、そうだね。そうそうそう。でこれが買ったタンスなんだけどさ、うん、まだラップに包んどるし、裏返しだしさ、全然デザイン分からんね、うん、これじゃ。まあ分からんね今の状況じゃ。でもこれを可愛く色塗って、うん、とっても変えて、うん、あの部屋に似合うようにリメイクしたいわけよ。そうだね、そのために買ってきたからね。物置になっとるやん、この上。もう6日ぐらいこの状態よだから早くあっちを片付けて、そろそろやらないとねっていうことで、はい、2つ目のお部屋を綺麗にするということで、はい、今日はじゃあどこに行くんだっけ。ホームセンター行って、うん、これ用のペンキとかを買ってくる。オッケー、買いに行こうか。おうよ。なんか今日あれだな、日差しは暑いけど、うん、風が涼しいわ。そうだね、うん、気温もそんなでもないかな、もしかして。夏が終わるかな。いや、終わらんな。まだまだよ。まだまだ。12月まで夏じゃん、昨一旦ガス交換しから行ってみよう。そうだね、一旦ガス交換しから行ってみよう。 And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey meets the last whiskey. ネタちょうだい。50円と思ってできたのが5円だった。
木村実のサインがあるよ。本当や、来てたんだ。ねえ、試合見に行ったもんな、わざわざ両国国技館までな。ねえ、わー、会いたいな。車のエアコンのガスやってもらったんやけどさ、うん、なんかね、ちょっとうまいこといかんかったみたい。そうだね、なんかもしかしたら漏れてるかもしんないってね。だから一回 D ラインに連絡しよう。うん、まあ、でもやる前よりは今んとこちょっと聞いてるから、うん、やっぱ意味あったんだなって感じね。みんなに感謝だね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さんいろいろアドバイスいただいて、はい、おかげでちょっと不備も見つかりましてね。はい、また続報をみんなに言おう。そうだね、お楽しみに。さあ、うまそう。これは沖縄そばの台とジューシーね。ジューシー、これは沖縄の炊き込みご飯のジューシーって言ってからに炭水化物に炭水化物合わせるわけ、沖縄の人。美味しいんだよ。いただきます。はい、うん、前そばいつ来ても美味しい。何回も来てるね、うん、ここは安心する味。うん、いつ来ても人がいて人気店だね。うん、結構芸能人も来てるみたいだな。サインすごい量あるよね。ね、チャンマーの浜屋そばのショーね。そう、これは軟骨ソーキとかが入ってるんだよな。そう、軟骨ソーキと卵。いいね。あー、美味しそう。チャンマリね、食券渡し忘れてね、店員さんにすいません、いつ来る、来ますかねって言ってね。なそれは一生来ねえわ。恥ずかしかった。どう、おいしいね、浜屋そばね。いつ食べてもやっぱ安心する味だなって思っちゃうから、沖縄に染まってるね。そうだね、うん、沖縄人ってみんなあのホームそば屋があるさ。自分のホームそば屋行きつけ、はいはい、ここ俺たちにとってホームそば屋じゃない。割とそうだね、一番来てるかもな。ねえ、うん、他にもちょっと探索してみようかね、今度。うん、ジューシー、美味しそうでしょ、ジューシー。これがね、美味しいのよ、ひじきも入ってから。豚の脂が染みてから美味しいやつだ。あー、なるほど。ありますデージアスさ、死にうまい。デージアスさっていうのはめっちゃ褒めてるってこと。うん、ムルマーサンドめちゃくちゃ美味しいよって、うん、ムルマーサンド。マーサンドっていいよね、なんかマーサンドね。マーサンド、うん、イントネーションにうるさい。美味しいね。感想言うだけだからそんなバクバク食べなくてもいいって。止まらん。もうこのジューシーが内地、あっちで、あの本土で過ごしてる時、俺、うん、ジューシー食べたくてしょうがなくなるつけが必ずあった。あ、そうなんだ、うん、沖縄そばよりも。そうだね、うーん、なんかやたらジューシーだけ食べたくないって言ったら。そうなんだ、うん、じゃあジューシー私作れるようになっとかなかんな。あ、そんななったら嬉しい。ちょっとチャレンジしようかな今度。まだ作ったことないんだよね実は。沖縄の郷土料理って作らないね、そういえば俺たち。まあそうね、私がまずそもそも作れないっていうのがあるし。俺もでもあんま家でチャンプルーとかやらんさ。うん、ちょっとやってみようか、うん、うん、せっかくだからね。おいしいよ。止まらんやん、本当に。もういい？これカメラ切って、私も食べたい。あ、うん、ふり、美味しそうでしょ、これそばの肉の塊。お、軟骨ソーキやね。うん、もう美味しくて全部食べちゃったんだけどさ、麺は。これ沖縄のそばって大体軟骨ソーキとソーキと三枚肉のどっちかなわけさ。うん、軟骨ソーキはもうあの骨が柔らかくなってから、見てこれ、うん、プルプルでしょ。これがね、骨なんだよ。そう、これが美味しいわけよ。じゃあ、いただきます。シープルプル。もうこれただの飯テロ動画じゃん。最高。みんな沖縄そばが食べたくなってきたか。ジューシーも食べたくなってきたか。なんかみんながお家で沖縄料理楽しめるようなものを見つけて、概要欄にリンク貼っとこうか。あ、そうだね、うん、ちょっと貼っときます、うん、それで味わって。ごちそうさまー。こっちさびたん。おお、ちゃんと覚えてるね。覚えてるよ、うん、じゃあメイクマン行こうか。そうやったら今日の目的。そう、今日は沖縄そば食べとる場合じゃないで、早いかホームセンター行ってペンキ買うっていうのが目的だからね。そうやった、しっかり忘れてた。じゃあ行きますよ。はい、
後の持ち方独特すんげー独特おいしそう。ぶり大根です。いいね。いただきます。いただきます。久しぶりに作ったぶり大根、おいしいかな。うん、いいね。最高じゃん。おいしい。うまい。うん、例えばさ、うん、あの棚はさ、うん、あの取っ手が届くまでできないね、DIY。 いつ届くって言ってたっけ。2週間ぐらい。遠いな。じゃあ先に部屋をやるとこまでやって、うん、取って待って、うん、でそれはまたもう月末ぐらいに Vlog かな。すごい、なんだ、半月越しのっていうことなんで、めっちゃお腹いっぱいいくないよく考えたら3時間前にさ、うん、死ぬほど食ったばっかりじゃなかったっけ俺たち。ちょっと間違えたわじゃあちょっと先にお風呂入ってくるからね俺、うん、頑張って食べるんだよ。はい。じゃあまあデブ活中だからね、うん、明日海に行くやろ。でもそしたらお腹ぽよんぽよんで海になっちゃうよ。あ、可愛くていいなってみんな言うよ。ちゃんまあのお腹のポヨンポヨン触りたいなってみんなが言ってくれるよ恥ずかしいなロック、なんでお前お風呂場までついてくるんだよ。もうなんでだよロック、なんでそこにいるのって。はい、あっち行って。はい、出るよ出るよ。ほいほーい、ほい、はい、じゃあ後でね。よいしょ。我が家のバカ掃除しにくいガスコンロ全然こまめに掃除してない。ありがとう、洗ってくれて。俺ちょっと今パンツだから手だけの登場でちゃんとズボン履いてよ。ねえ、ズボン履いておかないと大変だよね。そうなんだよ、撮影がこうやってさ日常撮ってるとさ。大輔さんがさ、うん、面白いこと起きたらすぐ撮ってって言うけどさ、うん、あなたがパンツだから撮れないのよもうさ、家の中に常にパンツの小さいおじさんがいるってだけで面白いんじゃないの。でも映せないじゃん。そっかパンツの小さいおじさんはよじゃあそんな感じで寝ようかね。8時17分寝ました。めっちゃ刻むやん。刻ませて刻む何それ今日もいい一日だったね。うん、おやすみ。トンポーちゃん。え誰トンポーって。トン
ポーちゃんなの？違うよ。誰？チャンマーちゃん。あ、チャンマーちゃんでもないよ。何を？私は誰？